みんなに報告しなきゃいけないことがあります。ミマちゃんは今日でチャムを卒業します。チャムの皆さんで、ありがとう。いつもミマの部屋覗いてるからね。私もなかなかやるじゃない。けどね、あのミマって子大丈夫ですかね、事務所的に。いつだって気づいてた、確かなものをつかめない。信じているわミマニア、私は何一つ変わらない。